ハッピーバレンタイン。こんにちは、こんばんは、かわいいフテニャンロール、ありがとうございまーす。バレンタインです。皆さん、こんばんは。しのまること市田しのです。よろしくお願いします。面白いじゃない、面白いこと一言も言ってません。ということで、今日は、まあ、バレンタインなので、皆さん、バレンタインのチョコレートとかなんかいろいろもらいましたか？いろいろ、今日は、バレンタインのエピソードとか、なんか、ネタとかね、ちょっと語れたらいいなと思ってますので、皆さんもコメントをどうぞよろしくお願いします。さあ、本日もこの方とトークしてまいります。オム店長です。どうも、村です。こんばんは。こんばんは。お願いします。いやめっちゃ丸いって言われたんですけど。今日も丸いね。今日も丸いっすよ、私。いい、今日も丸い。あ、やった、店長。声援ありがとうございます。のぶとい声で。のぶとい声。店長来てます。のぶとい声でも嬉しい。そう、キャーキャー。あ、女性っぽい黄色い歓声も来てますね。男かもしれない。男。多分なんか男。そうなんです。いやー、もう早速これはもう言っちゃっていいのかな。お、何ですか。嬉しいことが起きましたよ。うわ。三年ぶりに。うん。三年ぶりに。三年ぶりに。うん。もらった。しのさんからもらいました。あげました。お渡ししました。去年と一昨年もらえなかったんで。そうそう、3年ぶり。4年前もは当日だったんですよね、確か。あれ、当日じゃなかったっけ。3年前でしょ。3年前か、うん、3年前はほら、ここにバカリッチとか、そうそうそう、キクリンとか来てくださってね、いただいて、で、うん、そのお返しをし忘れたばっかしに、去年と一昨年もらえなかった、ね、そう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 、そうスルーされたんです、ね、そうスルーして、もうお返しない人にはもうあげませんっつって、で去年から1年越しで、ね、耳元でね、あの今年は今度は欲しいなってずっとね言い続けた結果、いただきました。まあ一応当日だしさ、いただきます。ありがとうございます。チョコ昨日やべえやべえっつって回りました。3倍返しで、さ、楽しみ。何、バーバリーのバッグかな。それ3倍に収まらないの。10倍ぐらい。いや、もう10倍ぐらい。受け取る店長優しいじゃないよ。あ、優しいでしょ。もう3年越し。そう、キキ言ってる人たちもいますけども。ということで今日はそんなネタ満載で、そんなネタ満載、バレンタインの話とかねしようよね。うん、え、みんなどうですか、バレンタインもらいました、皆さん。一応シロさんに予約したんでしょ、みんな。あ、そうそうそう、俺も1年前から予約してるからさ。早いな。俺一番、多分一番最初だったと思うよ、予約が。もらえなかった。確かにね。いや、2年越しでもらえなかったよと思って。1年前からね、予約いただいて、予約して、うん、いや、次回こそはっつって、ちゃんとお返しするんだよっつってそうじゃあそれならっつってね。あ、そうそう、なんか自分で買ったって、自分でチョコ買った人もいるみたい。いいよね、うん、それもね、それもね、また一興。それもいいと思うよ。うん、いいと思う。そんな、でもなんか日本だけじゃないですか、そもそもさ。そうだよ、だって商業目的だもんね。女性からなんて、他のとこはね、男性からバラの花とかをあげるわけじゃないですか、うん、そうそう、だってそもそもホワイトデー作ったの日本だからね。うん、から私はもうだいぶ前から、いや男性こそ渡すべきなんじゃないですかってドヤ顔してたけど、バレンタインにもらったことないです、男性から。女性ばっか。まあ一応ね、まあ、それはほら誕生日とかクリスマスとかそういうところにしといて、うん、女性からっていうのは年に1回ぐらいあってもいいじゃんってことでね。ペ、あればだけどね。 そもそもバレンタインいらねえだって。でももらったら嬉しいんでしょ。そうなんだよ ねもらったら言うんだよね。俺もそう 思ってた、去年と一昨年は。何ですかこの今日の日はみたいな感じだったよ。今日の日は、うん、そうそうそう、そんな感じな。今日はちょっと煽り散らかしていこうと思いますんで、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はそんなヤフーとかもあんのかな。うん、今日はそういうのもやっていこうよ。なかなかできない、ね、なかなかできないからね。去年と一昨年じゃあでしょ、去年と一昨年私がオムさんにお渡ししなかったから。そう、え、でも奥様から忘れられてるから。だってひどいのはさ、うん、ね、うち娘、うん、ね、娘さん、この間の日曜日、この間昨日か、うん、あの
ちょっと買い物付き合ってくれ。おお、娘さんとね。こうあんまりこう言われないじゃん、なかなかさ、うん、付き合ったら嬉しいですね。2時30個ぐらいチョコ買って、うん、俺が支払ってそれをみんなにこう 配るのでえ、2、30個そう、30個ぐらい買って、え、すごっ。5、6千ぐらいしたもんだって俺が払ってんの。で、そんなにあげなきゃいけないのって思うじゃん、うんうん、で、いいんだって。で、あのもらえなさそうな男の子、うん、幼馴染の友達がかかるんだって、うんうんうん、これ小学校からやってんだけどさ、はい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 、そしたらお返しが3倍返しでいっぱい返ってくるんだって。だから投資だよね完全投資だ。完全投資でしょ。そこであげとくと、うん、その1ヶ月後に3倍返しでそれを楽しみに待ってるんだよ本人。なるほど、うん、賢い渡し方ですね。ある意味ね、漏れなさそうな子たちね。そうすると向こうのお母さんが喜んで電話かけてくるからさ、ああなるほど、くれたんだよねってね、うちの子にもありがとうみたいなね、うん、そしたらお母さん喜んで3倍返しだからもうねひどいんですよ。いやすげえ。で自分のお金で買わないからね。へえ、いやすごい。そういう娘です。すごい。いや無理やりあげてるわけじゃないですからね、うん、プレゼントだってね、プレゼントもらった方って嬉しくないですか、うん、まあ、そうだけどね、うん、でも俺にはないのっつったらさ、うん、じゃあこれでいいよっつってさ、俺が払ってんの意味わかんねえみたいなさそういう感じまあお父さんはね、そういう感じだね。そういう、あと20年後とかにきっと生きてるから。生きてます、生きてますよ何をおっしゃいますかもうおじいちゃんだけど、いやおじいちゃんかもしれないけど来年20年後にはきっとです。そんなそんな苦いバレンタインエピソードになりましたね。そうですね、まあ、昔から苦いんだよ。そもそももらった確率の方が低いんだから。まだね、あの学生の頃とかなんかは、うん、弟がめちゃくちゃモテるやつだったんだよ。お、俺よりも背高いしさ、顔整ってるしさ、イケメンなのにさ、メガネは関係ない、ね、うん、それで弟のなんかほらこのバレンタインの日にさ、うん、俺のところにね、うん、チョコ持ってくるわけよ、うん、あら、うん、俺にくれるのかなと思ったらさ、うん、弟に渡しといてください何人に俺が仲介したか、つらつらで俺がもらうけどね。食べるんだ。うん、食べるけどね。それは辛いな。俺かなと思ってちょっとドキドキしますよね。お返しお前が しとけよって。ちゃんとね、そりゃそうだ。65なら余裕でしょって言ってる。そうかな。そうですよ。俺の会員確か75だったよね、確かね。じゃあまだね。75でモテキ来るかもしれない。そう、モテキ来るかもしれないから。そうだね。そう。まだまだ余裕。そうだよ。もらったことないから分かりませんだって。ね、今後に期待。いや、これから来るかもしれないね。そうそうそう、これから来世に期待、うん、なんかね、その義理よりもね、なんか一生でなんか一個でいいから本命でいいんじゃないの。うんうん、本命っていうか、まあ温かみがあるやつね。あ、気持ちがちゃんと伝わってくるみたいなイメージですよね。そう、なんか頭数の一つじゃなくてさ、うん、あなたにあげますっていうこの気持ちが欲しいね。うん、来世頑張る、来世早く来ないかなって。来世をね、早く求めたら多分ダメなんだと思う、うん、ちゃんと今世しっかりしないと来世良くないからね。良くないからね。だから今世もしっかりやってこう。今世楽しまないと、まずは、うん、そうだね、ちゃんと準備しておかないとね。そう、準備、今世のうちにね、そう、努力努力しないと来世よく来世魚になっちゃうかもしれないから、ポイント貯めていかないとね。そう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 、今世ポイント、今世ポイントが高いと来世もちょっといいステータス、そうそうそう、いいステータス、そこをおろそかにすると多分虫とかになっちゃうからさ。そう、ゲームも一緒ですよね。1個前 の、うん、あのデータ引き継ぎとかだとレベルってさ、2周目、そのね、1個前1周目に終えたレベルからいけるじゃないですか、2周目。それと一緒よ。今世もポイントめっちゃ貯めてもらって、そうですよ、来世頑張る。魚魚に置いた挟んでの次の大生かな、じゃあ。でも魚一体一回挟むと次人間にならないかもしれないし。あ、そうか、そもそもね、まあ分かんないけどね。人間から人間の方が可能性が高い、ね、高いと思うな。一旦魚に行っちゃうと魚5回ぐらい繰り返さないそういかないかもしれない。うん、しかもまあ人間から人間になって人間行くかも分かんないけど、もうね、分かんないしね。そうそうそう、そもそも魚だと不幸なのか、そういう話じゃないんだよな。魚
魚はでもね、まあ、魚の種類によるか。種類種類ね種類、何の種類がいいとかわかんないけどね。喜ばれる魚がよくね、なんか、あ、マグロとか、そうそうそうちょっと高級魚的なさ、確かに伊勢エビとかね、せめて食べられちゃうんだったら、そのなんかそれなりに価値を見出してさ食べられたくなった。そうそう、確かに、うわこんなのいらねえよみたいな、捨てられるよりはさ、うん、種類、シノはタコなイメージ、なんでタコなイメージついてんの吸盤、吸盤で吸い付くみたいなやつ。顔じゃねえの、顔顔が丸くて顔、うん、あー口ちょっと出てるしみたいな話だ。もうで、あと8本手があればなんでアップにされたんだ、うん、それで。そう、ここら辺になんか足つけたの。この辺に足つけたらじゃないんですよ。タコになる。リュウグウノツカイとかだとビビられる、だって。あ、いいね、かっこよくない、リュウグウノ。リュウグウノツカイってかっこいいですよね。ちょっと俺前世リュウグウノツカイだったんだ。かっけえ、それは。ちょっとかっこいい。前世の記憶あってさ、みたいな、ね。そうそう、前世俺メダカだったんだぜっていうよりはちょっとかっこいい。いや、確かにタコとかメダカよりは確かにリュウグウノツカイだったんだぜって言った方が、おお、すげえってなりますよ、ね。名前だけでなりますよね。単に丸いからね、かわいい、いただきました、ありがとうございます。そんなマニアックな方に支えられながら今年もバレンタインを過ごしました。あ、タツノオトシゴかっこいいね。そう、そう、そう、名前だけだけど、名前だけタツノオトシゴ、こんな多分ちっちゃいけどまあいいんじゃない、ね、で今日はまあバレンタインのね、そういう知恵袋を結構用意したので、そういう話とか。なお題とかないの？この間のなんかほら、みんなで盛り上がってた話の続きとかなんかない？ないね、多分ね。あ、もう終わった多分ないね。そうそう、みんなとはなんか最近婚活の話とか、うん、ちょっと前には盛り上がったけど、もうそのネタも過ぎ。あ、もう終わっちゃったんです。そうそう、皆様も、例のごとく下のコメントフォームから相談とか、別にバレンタインのことじゃなくても良きなので、そうそう、相談とか悩みとかあったら、ぜひぜひ。今日はもうこれもらって、もう俺は仕事終わってる。まだ今始まったばっかなのに、まだ10分しか経ってない。3年越し。3年越し。いやでもね、そうそう、買うエピソードといえば、うん、オム店長、今年あんまりね、甘いものとかってあれだからってすごい悩んだんですよ。これチョコだよね。そうなの。ああ、なるほど。でもこれぐらいだと食べちゃうかな。いや、すっごい悩んだんですよ、マジで。なるほど。いやどうしようかなと思いながら、でもその結構日持ちもするやつで、いやチョコなんですけど、あのミルクとビターやったらビターにしとこうとか言って、甘くないやつで。そう、ありがとうございます。ね、なんかそのチョコチョコね、全然気にならない、もらえたことにとやったのみたいな。そう、あのご家族にお渡ししても全然いいのでと思いつつ、いや食べるよ本当に。なんか1日1個とかに収めながら食べていただければ。こんぐらいだったらちょっと大丈夫でしょ。ただね、このね、うん、ほら、うん、あの例のさ、うん、あの糖尿病になってね、うん、早半年。え、そんな経ったんだ早いこと半年、うん、で、この間検査したのよ、うん、そしたら数値はね、この血糖値とか、うん、あのなんかあるじゃん、その血液の糖質のね、はいはいはい、あれはね、下がってんだよ。下がってる、順調下がってるんだけど、あともう一歩なんだけど、うん、まさかの体脂肪が、うん、脂肪がですね、うん、半年前にリバウンドみたいな、うん、なんで体重がリバウンドみたいな、なんでだろうね。糖質はちゃんと制限してるのに食いすぎてるのか分かんないけど、野菜逆に食べすぎみたいな、鍋食べすぎてとか。食べ物制限はしてない。ああ、そっかそっか。でね、もう思い当たる節は一つしかないのよ。うん。でもそれが原因かどうかもわからないんだけど。うん。何ですか？どうしても甘いものが食べたくて。うん。蜂蜜セラビーを始めた。ああ、言ってましたね。で、確かに蜂蜜、天然の蜂蜜は、うん、ほら、本物の糖じゃなくて、うん、天然の糖だから、うん、は健康にはいいんだよね。うん。で、逆にその低糖質でいいっていうんで、それは下がってるからいいんだけど、うん、その分これ油がついたんだよね。なるほどね。それしか蜂蜜のね、ないんだよね。だってその半年間別にすごい食べ物はね、全然変わってないし、うん、たまに散歩もしてるし、うん、それぐらいしか思い当たる節はないんだよね。なるほどね。それ言っちゃうとね、ちょっとね
まあね、セラピーなんで、そう、一応ね、低糖質としてはいいものだった、健康にはいいと思うんだけど、うん、あのまあ太るね。なんでもあれなんですね、限度というか、医者がびっくりしてるよね、あれって首見てさ、うん、いや順調にてとね、て糖質あれは下がってるけどさ、うん、血糖値は下がってるけどさ、うん、なんで油が増えてるのみたいな。元に戻ってるねみたいな、V 字回復みたいなさ。へえ、ただそんな変わるんだ。デブって言われた。怖っ。でもなんか体調とかね、うん、良ければいいですけど。体調すこぶるいいです。うんうんうん。ヤフーニュースにあの番組の人が特集で出てたって。あ、そうなの、あの例のやつね。そうそう、あれね、オムさんに結構話してるから、うん、前回もね、そういう話しましたもんね、前回、ね、前回も前々回もしたじゃん。そうそう、それこそね、そう、そのフジテレビの番組の婚活の番組のやつ、ヤフーニュースに出てた。その番組内では、ほうほう、その特集されてた女性、うん、幸せにならなかったけど、うん、なれなかったんですよ。そうけど、そうそうそう、結論的には、うん、そうやってテレビとかヤフーニュースとかでその人が出るじゃないですか、うん、それを見てた男性がね、もしかしたらこの人いいかもっつって、うん、新たなね、その番組きっかけに新たにあるかもね、あるかもしれないじゃないですか。そうね、じゃあここに応募フォーム、ここで、そう、ここでみたいなやつあるかもしれないからね。それも出会いだもんね。そうそうそう、番組見てピンってビビって、また俺はこの人と結婚するってなった人もいるかもしれない、うん、なるほど、そう なってないのか。もうそう、そういうのもあるよね、あるよねってこと、ね、って話、まあ、出会いはね、ご縁だからね、いろんな形があるもんね、出会いもね。うん、そんな感じだよね、そんな感じ。じゃあしのさん、うん、そんな感じの話をどうぞ。めっちゃ雑な振りされたけど、そんな、まあ、知恵袋に関してね、なんかもうやってこうか。あんまやんのや、知恵袋。え、そんな感じの話だから。え、でもなんかオム店長も、うん、なんかいいのありました？さっきいろいろ見てくださってましたけど、ね、誤解される話について。誤解される話についてね、うん、いや私ファンの方から、うん、なんか誤解されやすいタイプだと思うって言われるんですよね。そうそう、これも載ってたよ。載ってた、うん、そうそう、誤解されるってよく言われるんですけど、どういうことですかみたいな。うんうんうん、それと似てるの。いや、わかん、私も誤解されやすい性格だと思うって言われるんですけど、うん、私何を基準に誤解なんだ、わかんない。え、でもそもそも私それを言われて、あの考えたことがあって、誤解されやすいみたいな、その誤解されやすい性格を出しているのが悪いんじゃねって自分の中で結論付けた。それっても、誤解されやすい性格を出してる、出してる方が、出してるっていうか、そうそうそう、出してる方、誤解されやすいのって、うん、ただただ問題じゃねと思ったんですよ。出してる方にもう問題があるってこと。そうそうそう、誤解されやすいようなことをしてるからって。そう、なんかよく言うのは、どんな誤解とか誤解、なんかなんだろう、例えば性格めっちゃいいのに悪いとかって思われるよねとか、うん、それイメージじゃなくて、ま、うん、まあイメージもあるでしょうね、誤解ってね。キャラがそういうキャラだ。いや、そもそも私は性格悪いから、そう、そうそうそう、キャラ設定じゃなくて、もともとの性格悪いとか、ね、ま、そう、もともとの性格が悪いから、それに関しては誤解でも何でもないんですけど、私に関しては本当ですよ。そう、それは本当なんですよ。誤解じゃなくて本当ですよ。そうそう、本当ですよ、なんですけど、ね、え、よく言うのはどういう系だろう。 あのね、これはね、うん、よく誤解、よくね、悩み相談、前も話したかもしれないんですよ、うんうん、悩み相談であるのは、うん、だいたい美形の人たち、モデル人たちに多い。あ、美形、うん、そうそう、か、まあ、綺麗だとか可愛いだとか、うん、いや、ほっといても男が寄ってくるとかの女性によく多い、うんうんうん、悩み相談に多いのが、そのよく誤解されてしまうと、せっかく友達になったからと思ったのに、うん、自分はその人に対してそんな好意があるわけでもなくて、普通のお友達だと思っていたのに、はい、相手が勝手になんか自分に脈があるんじゃないかと誤解をして、うん、なるほどね。それで好きになっちゃって告白してきて、で自分が、あ、そういうつもりじゃないんですって言ったら、もうそれから音信不通になるっていうね。だから自分には友達ができないんだみたいなさ、すぐ誤解されてしまうっていうんだけ ど、 ど
まあ、近寄ってくる男もね、その他ね、チャンスがあればって思ってるだろうし、うん、奢ってあげたりとか食事行ったりとか、まあ、ちょっと自分とね接触する機会が多ければそれは誤解するよね誤解するよね。そういう誤解なのかな。いろいろありますよね、多分ね。いろんな誤解があると誤解みんながじゃあいいじゃないとか、めっちゃ優しいんすよ私のファンの方々、篠丸さんは優しいぞとか、うん、面白いから大丈夫それでみたいな。あ、そうそう、あ、みんな大人だ大人だから大人だから、もうあえて誤解してるかもしれないね自分は。あ、そうそう、あ、でももうね、そのね、うん、いいように捉えてくれる分にはね、そうか、だから受け止める方がどう受け止めるかってのもあるわけでしょ。自分は誤解したいんだとそうもう、でもいいけどね、そうそう、それでも全然いい。なんかまあ私は多分そういうなんか恋愛系でのごね、俺のこと好きだと思ってたのにみたいな、そういう甘酸っぱい誤解はされたことないんですけど、うん、残念ながら誤解、まあ本性見せられてもだって本性しか見せてねえよ。ドラマではよくあるじゃん、そういう誤解の話とかってさ。え、例えば、ね、え、あれなんか、あ、よく少女漫画であるやつのは ある少女漫画のだから、うん、あるのはなんかいい感じの男性男女がいて、うん、男性が他の人となんか良い雰囲気になってるみたいな、うんうん、で私のこと好きじゃないのみたいな感じで泣いたんだけど、あのちゃんと見たらそのいい感じの雰囲気の2人は兄弟だったみたいな。ある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 じゃんそれそうそうそう、今の話聞いて思い出して。え、なんですか。俺ね、中学生の時と高校生の時めちゃくちゃ誤解されたの、周りのクラスメートから。ほうほう。で、あの時から悩み相談ばっかし乗ってたの。え、何誤解されるって。だから悩み相談ばっかし、女の子から。で、だからずっと悩み相談だから女の子いるじゃん。あ、うんうん、ね、この子が好きなんだとか言ってさ、どうすればいいのかとかさ、そういう話を、うん、で俺が話聞いてあげて、そうだねっつって、あいつはこうだからねとか言いながらさ、こういうタイミングでどうかなとかさ、それを誰かから目撃されるんだよね。なるほどね。で誰かから目撃されて、あの二人付き合ってんじゃねとか、好きなんじゃね、噂されるんだよ。すっげえ噂。はいはいはい。中学生だけでね7、8人と噂されたの。すげえな。だって中学生なんて恋愛の話しか面白いことないからね。ないでしょないから。だからもうそうです、もうお話のネタですよね。で7、8人と噂されるじゃん、うん、で相手はもう分かってるわけじゃん、うん、俺がそうじゃないってことも分かってるし、うん、むしろ他に好きな人いたのに、そこでここで噂になっちゃってるもんだから、いい迷惑ですよね俺いい迷惑な俺いい迷惑な人間になっちゃったりとかしてる。そう、持って持って噂でな。そうで、しかもそれが何人もなんだよ、うんうん、相談に乗ってんのが。まあ、俺に告白はないんだよ、ね、一個もないんだけど悲しい相談がすごく多くて、だから一緒にいたりとかさ、うん、まあ、学校でそう話してるとまた噂になっちゃうからって、もう気ぃ利かしてどっか違う公園とかで話してる、そこも目撃されるみたいなさ。なるほどね。なんかデートしてたぜみたいなさ。はいはいはい。いや、そうよそうよ、言われちゃうじゃん。男女二人でいたらもうその時はもう、あ、うん、できてんじゃね。その後電話だったもんね、ほとんどがねえ、電話、そう、電話、あ、電話でってこと。目撃されないからさ。それでもなんかね、あるよね、いろいろ。へー。でそうすると、それが一人じゃなくて何人もだったから、まあ、あいつはもう遊び人だと、うんうん、俺のことだ、ね、うんうん、すげえ怖い。そう、まあ、そうかもしれないですよね、うん、先生たちの耳にも入るこいつはひどいやつ、ひどい、いいことしてるつもりなんだよね、うん、なんか上っ面だけ見るとさ、うん、女たぶらかしてるみたいなねじゃんだって噂はね、一人歩きしますからいろいろ、ね、で俺は俺で違う子が好きなのにさ、うわ、つらー誤解されるわけじゃんだって。それだ、うん、そっちの誤解だ。それはあったね。私恋愛系で誤解というか、私は女の子のことが好きなんじゃないかっていうのはもうず常に、まあ、そうなの、私の周りには。それも本当じゃない。そうかもしれないですね。女の子は好きですけど、可愛いじゃ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 。そうそうそう。好きだし男の子も好き。その男の影とかができないから、余計そうですよね。そっちの方ですかね。そう、そっちの方ですかってよく言われる。どっちの方でもです。どっちの方でもですよ、ね。そうなのみたいな。
でも私なんかその恋愛系で誤解の、男女の関係で誤解っていうよりかはもう性格系で誤解されやすいよねって言われることの方が多いかも。でもなんかね、ファンの人からはシノは裏表ないからみたいな、下手にやっぱ優しくしちゃうと誤解することはあるよね。その子にとってみたら普通にやってるのに、なんか受けた側からするとなんか特別感になっちゃうよね、うん、確かに。いや私の場合その本人にここは良くないと思うみたいなとこを言っちゃうんですよ。仲が良ければいいほど、なんか別に普通のなんか当たり障りのない関係の人やったらもうって感じやけど、うん、仲良くなればなるほどなんかしっかり言ってくれるんだ、ここはなんか違うと思うとかっていうのを言っちゃうから、あっちからしたらすごい言ってくるやつじゃんみたいな、で性格、うん、えみたいなっていうなる人とかもいて、いやそれはね、そういうケースなんだ。そう、それはもう私悪いなと思うんだけどズバズバ言っちゃうからそういう風に誤解されちゃうって、なんか、まあそれは誤解じゃないですね。でも俺逆だもんね。俺もズバズバ言うんだけど、逆にあの言ってくださいみたいな人が来る。うん。そうそうそう。で言ってくださいっていう人が来る、来て勝手に泣かれて、でなんかファミレスとかでさ、ほとんど泣かしちゃうからさ、いつかお客さんがさ、なんかあいつ泣かしてる。泣かしてるぜみたいなね。そういう誤解はやめてくれみたいなね。俺が泣かしてんじゃないみたいな。俺じゃない。俺が原因じゃないですよ。なんかズバズバ言うっていうかどうなんですか。え、あ、そうだ、申し訳ね。はい、あ、ありがとうございます。原油、これちょっと、そう、なんかズバズバ言うとかじゃないな。いや、私最近、私の性格って0か100だなってすごい実感してて、うん、これはいい、これはダメで、もう行くから、それもね、イエス、ノーがはっきりしてる。そう、なんか自分の中で、それ去年からじゃない。じゃっていうのを特に最近しっしと実感してる。あ、そう、あ、それがでも本来のしのちゃんってことだね。いや、前まで、昔は違ったですけどね。いや、めちゃくちゃ気遣ってたけど、相手の空気読んで顔色を伺って気遣って、うん、そうで爆発するみたいな。そうそう、それがねきつくなっちゃったから、もうゼロ100でいこうみたいな。その方がノンストレスでいい。自分の人生だしって思ったらね。いや、悪くないと思う。ダメな方に選抜されないようにしないとって。な、人の人をね、ゼロ百じゃないんですよね。私嫌いな人いないし。おう、うん、いいことだ。そう。俺もそうだな。うん。から、まあね、そうなの。そうか。人じゃなくて、なんか自分の決断とか、ゼロ百。自分自身に対してのゼロ百ってことだよね。いや、それもね、良くないこともあるんだろうなって思いつつ。そうだね。間にはいろんなね、色があるってね。ミスチルが言ってたよ、そういえば。ミスチル白と黒だけじゃねえぞと、ね、間にはいろんな色があるぜ、色があるぜっていう、ミスチルが言ってた。そうミスチルが言ってたなら本当だ、じゃあそうだ。そう、でもね、ファンの人がね、まあ、そんなシノもいいじゃないって優しいから言ってくれるから、うん、今の方がいいと思うよ。なんか顔色変わってさ、なんかへいへいするよりはさ、ズバズバ言った方がさ、うん、俺は ありがたかったけどね、逆にね。おじさんたちはね、そうやって言ってくださるんですけどね。おじさんたちが言ってもらった方がありがたいんで。言われないと分かんない、気づかないじゃん、だっていいのか悪いのさ、いいのかなと思っちゃうのさ、あ、嫌だったんだって、そういうのが分かった方が、じゃあ嫌なことやめようってなるわけ、ね、ただある程度やっぱり最初って仲良くなる前とかは、うん、そうなんですか、すごい、わーいみたいな感じでやっちゃうから、うん、その仲良くなって言い出すと、え、嫌いなのかなって思われちゃうとかあるんですよね。これおじさんマインドなのか分かんないけど、逆にそう言ってくれたってことは自分のことを見てくれてるってことだから、うんうん、逆にありがとうになる、なったけど ね、 ね、なんか人のね、そういう性格にもよるんですかね、分かんないけど、 その価値観によるか。そうそうそう、若い時に俺も言われたら、なんだこの野郎ってなっちゃったかもしれないけどなんかね、逆にちゃんとこう見てくれたりとか分かってくれてるからこそ言ってくれてる発言なんだっていうのが分かるとさ、逆になんか好感度が上がるよね。そう、でもなんかね、そういうのに、そういう意見に甘えちゃいけないなとはすごい思う。うん、ある程度ね、見てないおじさんばっかしだな、これ。で、ほら、それこそこうやって仲良くなったのか、調子乗り出したかとかいう人だっているわけじゃないですか。いいじゃん。だからそういう意見は絶対ついてくるし。そんなに100点じゃなくてもいいよ、別に。そう。いろんな考えがある中でも、その中でもベターな。
感じでいいんじゃないの。まあ私は言われたら嫌ですけどね。嫌なんかいっていうね。そこちょっと歌で弱いところもある。そうそう、傷つきやすいところもある、ね、あの豆腐メンタルなんで。そうだよ、ちゃんと占いとかのいろんな結果でも皆さんはしのぶさんのこと褒めましょうって言ってる。そうそうそう、とにかく褒めまくるね。そう、褒めまくる。こうやってね持ち上げてくれるから。そう、持ち上げていこうぜみたいな。よく、それはよくない、本当に。おじさんたちは分かってる。そうそうそう、そんななんか最近、まあ思ったそれ、そんな感じですかね、その質問じゃないけど。うん、あ、分かるなって思った。そうだね、そう、誤解ね。うん、まあね、魚の餌とかだよね、だからね。魚の餌どういうこと。ムカデの仲間じゃなかったっけ。あ、そういう人がいるんですか。おじさんたちがいっぱいいるから、ちょっと そこにも合わせていかないと。あ、なるほどね、うん、そうそう、魚の餌らしい視聴者層にね、そうそう、合わせてたわけ。言ってる誤解ねって。分かってくれるよね、言ってるわ。あ、そっかそっか、何を言ってるんだろうって思っちゃったけど。そのまあね、最初言おうとしたけどやめたって。あ、いいんだよ、みんな気使わなくて。自分でね、みんなの思い一緒なんだから、おじさんたち。あ、磯目は分かる、磯目は、うん、誤解も知らなかったわ。磯目の方難しくない。磯目はあのゲームで、うん、あ、そうなんだ。そうそうそう、釣りするときに磯目とかって使うから分かるけど、誤解もあったかなぐらいの。誤解も釣れるよ、いっぱい。あ、そうなんですね。それは知らんかったわ、申し訳ないわ。なるほどね。うん、まあいろいろあるよね、まあ、みんなそれぞれ考え方も違う、性格もあるし、まあ育った環境とかね、考え方、価値観、うん、違うから、まあ、すれ違いの連続なわけじゃん、誤解しまくったりとか、うんうん、だからコミュニケーションができる相手とか、ちゃんと話し合える相手がいいよね、分かち合いができる相手がいいよね。いや、そう、今そこ足んなくね、なんか勝手に決めつけてさ、なんかそう、誰が言ってたのって言ったらさ、自分が勝手に言っただけ、うん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 、あるじゃん、勝手に自分で思い込んで勝手に悩んでる人もたくさんいるじゃん。事実かのようにね、それ、そう、そう、そう、誰が言ってたの、ありましたみたいな感じで言う人もいる。きっとそうに違いないみたいなさ、誰が言ってたんだって、うん、聞いたのとかさ。万人に好かれる方が怖いですって。本当だよね、だってこの世の中でさ、今までのこの偉人とか著名人とか有名人とかもう全部ひっくるめて、全て 100% 好かれた人っている？まあいないですよね。絶対なんか言ってる人いるじゃん。え、私昔この番組で言ったことあるけど、私はもともとみんなに好かれてないともう生きていけないタイプの人間やった、うん、それを知ってるからみんなに言ってるじゃん、ね、褒めていこうぜって。そうそうそう。なんだけど、その本当にこれ前も言ったから、今いつ言ったか覚えてないけど、その自分のこと好きになってくれる人なんて出会う10割のうち2割だ、うん、でそれを知って、あ、それだったらみたいな、もう本当にそれだったら気使わないで、気使わないガンガン言って、その2割の人大切にしようって考えになったんだよね。そうそうそう、ある程度みんな興味がない人なわけだから、うん、そうそう、6割だかが興味ない、あと3割が嫌いって思うみたいな、うん、でそれを、そうすると1割しか好きになる。そうそうそう、あれ、まあ、いいね、計算がね、そう、1割にいたよ。そう、本当に本当に好きになってくれる人なんて、もう1割ですよ、うん、6割はもうスルーですよ。そうそうそう、3割嫌われるんだ。そう、3割嫌われるわけだから。でもいいじゃん、1割でも入れる。人間ってね、その興味がない、興味がないというより、そのね、嫌いって思ってくれてる、くれてるじゃない、思う人にね、目向けちゃうから、うん、何でもね、苦しいってなる人多いけど、よく言うのは、好きの反対は嫌いじゃないよねって。うん、好きの反対は無視だよねって。そうそうそう、無視の方が一番辛いよ。まだアンチとか嫌いの人の方が一応視聴率は取れるからね、うんうん、なんか言ってくれてる方が逆にいいって、いや、クレーマーの方がいいみたいなさ、まあ、興味があって見てくれてるわけですからね。何も言わないでそっといなくなったりとかさ、裏でなんかごちゃごちゃ言ってる方がよっぽど辛いじゃん、うん、まだ言ってもらった方がいい。そう、まあアンチも嫌ですけどね、うん、まあアンチの度合い、度合いにもよりますよね。落とし込めるぐらいの問題は問題だと思うけどさ、うーん、まあ、神でさえも嫌われるのに、好きも嫌いもね、嫌い嫌いも好きのうち、そうそう、嫌い嫌いも好きのうちですから。でもな、好きが一転してな、嫌いに変わったらすげえ強固になるからな。それをね、今は限界オタクっていうらしいですよ、ネガティブな言葉で。そうなの、めちゃくちゃ好きなんだけど、好きすぎてなんかもう
嫌なことしか言わないみたいな。そう、ジョン・レノンアンチ限界オタクっていうらしいです。それ見たよね、それ、ね、好きすぎて殺しちゃうみたいなね、安倍沙汰事件じゃんね、知らねえか。なんか最近もねあったけどね、そういう事件あったよね。だからもう昔からそういうのあるね。そうそうそう、好きすぎちゃったおっさんになると限りなくゼロに近くなる。何が、なんだろう、割合、何がゼロに近くなるんだ、何の話かだっけなじゃあコメント披露の遅くてなんだってなったけど、多分その割合だよね。割合が嫌いがってこと。いや、そんなことないぜ。あ、好きになってくれる人がってこと。そうそう、いや、そんなことないぜ。いや、てか好きって違う、恋愛系だけじゃないじゃないですかね。そうそうそう、人としての深みが出るのは40超えてからだ。そうだそうだ本当に人間的に好きって言われる方がよっぽど嬉しいから。恋愛なんて一時だから、一時だけ、でも 人として好きは一生だから。だから本当にその徳を積んだ人とか、お葬式行けばすげえわかる。まあ、最近小島にしちゃったけど、だから全然有名人でもないのにすげえ人がいっぱいいるとかじゃん。学校の先生とかさ、ね、いや、よっぽどその人徳者がね、家族がね、あれこんなに交流あったんだみたいな、びっくりする、ね、俺それがショックだったんだもん。親が亡くなった時にさ、葬式喪主しながらさ、もう悔しくて黙らなかったねいや俺今死んでもこんなに来ねえなとか思いながらさ、なんなん最後まで俺に見せつけて死ぬかみたいなさ、もっと徳を積んでいかないといけないのかな。いや、だって私も今死んだら誰が来るのって思うもん、本当に。とりあえず俺は先行だけあげる。ありがとうございます、よろしくお願いします。代表で、代表でね、みんなの代表でありがとうございます。アンチいるのって、いるいる、私のこと嫌いな人なんていると思う。でもまあ昔の人の方がね絶対いるけど、まあほとんどは無関心ですよ世の中、うん、でもさ、でやっぱしちょっと注目されちゃったりするとそれに対してなんだみたいなね、やっかむ人とかも、これはもう絶対いますよね、うん、どんな宗教家のね神様だって言われた人でもさ、天皇ですらやっぱし嫌いな人嫌いでしょ、うん、ね、そこになんか負のマイナスのところに注目するよりはさ、ついてくれる人たちの方を向いた方がよっぽどいいよ。スーツのおじさん、私がいつもみんなの前でスーツのおじさんがどうたらかんたらって言うからスーツのおじさんは疲れそうだって。死の番組でさ、なんか私が登場するの。え、そう、なんか、うん、スーツのおじさんにバレンタインのチョコあげなきゃとか言ってたから。あ、そうね、みんなはしてたんだよね。わざすかと、ね、3年越しだからねまあ去年もらえるのちょっとショックだったみたいな。あ、そうなんですか。スーツのおじさんはそりゃね、リターン来なかったから。そう、だからそれ3年前でしょ、うん、おととしもらえなかったら、まあ、それせいかなって言って諦めたんだけど、その去年もらえなかったらちょっとショックだったんだと思うあとやっぱその当日来ないになんないと私もう終わりだから、その日だけだから。そうだね、そっからまた3年後か4年後かオリンピック的な感じで。オリンピック的な感じなの、楽しんでもらえればあ、でもそのお返しの質によるよんでしょ。あ、確かに、それこそね、バーバリーのバッグやったら、お、そのマーガリンのバッグでしょ。マーガリンのバッグが溶けるのよそうか、スーツのおじさん好かれそうだって。じゃあ俺も一番くじやるからさ一番くじ、惨敗した一番くじね。そうそう、なんか惨敗してたじゃん、うん、じゃあ俺も一番くじやるからさそれでいい。いや、自分で引かないと意味ないっすよ、あれは。あ、そうなの。そうそうそう、自分で引いてなんぼですから。なるほど、めっちゃ行くわ、ありがとう。お葬式に来てくれるらしいなんで家知ってんだって感じだけどなまあ、わかるかわかるか、うち確かにわかる。 4度 C ってあれか、ブランドの 4度 C。 そう、ブランドの 4度 C。 俺ね、初めてね、なんか送ったのが 4度 C だったな、懐かしいね。いくつぐらいの時ですか。俺が一番さ、リーズナブルでさ、あの学生でもちょっとそうそう、バイト頑張ればいけそうなやつじゃん。そうなの、結構学生なんか雑じゃないじゃん。なんかこれ本当に 4度 C はマジで悪くないですけど。悪くないし、学生でもいけたんだよ、うん、結構ツイッター界隈とかでは4度 C、 ちょっとすぐ錆びるけどね。そう、4度 C 上げる男はとかって言われがちなんですよね。あ、そうなの。大人になってから、なんか学生、大人になってからね。そうそう、学生だったらね、まあ頑張って稼いだ、あげましたとかね。そうね、40代で4度 C はもうちょっとバーバリーにしろとか思う。バーバリーにしろよ
学生だよねそれね、やっぱり、そう、まあ、4度C って確かに学生のイメージはあるけど、うん、そういうの見られちゃうんだ。そう、まあ私は何もらっても嬉しいけどね、うん、とか言っとくか。でも俺の好感度のために俺のあのなんだっけ、シルバニアファミリーは受け取ってくんなかった。いや、あれはいらないっすじゃ何でもよくないあれはいらないっすよ、何でもよくない何がいいかね、なんだろう、まあ、言って正直私バーバリーとか言ってるけど、うん、出てくるブランドがバーバリーだったからバーバリーって言ってるだけで、そんなわかんないし。そうなんだよ、後でなんか欲しいものリストくれよって言ったらさ、バーバリーとか入ってないもんね、大体ね。ぬいぐるみですよね、大体、うん、そう、大体ぬいぐるみかディズニーで、ね、ディズニー与えとけばなんとかなんとかなるなディズニーだったら何でもいけるみたいな、ね、これから参加します、いらっしゃいませ。あ、いらっしゃいませ。すごカフェ、今ネタが困ってるからなんかテーマをネタ困ってるから性格とかの話してる、うん、そう、今市田志郎の性格の話してる、みんな、スーツのおじさんお返しは大切ですよ、だって。そう、だからそれは肝に銘じた、3年前に反省してねで、今年楽しみ、一昨年だからお返ししたじゃん、ちゃんと。え、2年前、何3年前にお返ししなかったから、うん、2年前もらえなかったけどお返ししたじゃん。何くれたっけ、来年はくれるからこれでトントンだから来年くれるかなと思ったら去年くれなかったじゃん、でめちゃくちゃへこんだんだ。もう放送中にこうやっちゃうぐらい覚えてないっす私何もらったか全然覚えてないんですけど、とりあえずなんかディズニー与えたような気がするけど、それ誕生日じゃなくてですか。違う、ちゃんと2年前です。全然記憶にないんだけど。来たわ女子は。でもやっぱりその記憶がないものを渡したって感じ。タイミングを見てやらないとダメだよねってことだよね。いや本当にそうですね。そのなんかさロスタイムないもんだって、うん、それはもう別だよねみたいな感じ、ね、その時のこれがいいわけでしょ。そう、墓前で高級墓前で高級焼肉し、これシノのお墓の前でってことでしょ。やめてくれよ、みんなでバーベキューしようぜ。やめてくれよ、もう呪うわ私。一緒に盛り上がろうよ、展開から呪うわ一緒に盛り上がろうよ。どん食べれるんですかね私も。ちゃんと置いてあげるよ。で焼肉降ってくるならいいけど、お皿でちゃんと墓前に焼かれてどんどん冷めてくんでよいい足のいっぱい食べてみたいなさ俺らもガンガン。やめてくれよ、匂いつくじゃんお墓に。いやいや、垂れかけたちゃんと墓に美味しいだろっつってね。美味しいだろっつってあとちゃんと水で流すし、そう、ちゃんとファブリーズかけてってくださいいいじゃん、墓前でバーベキュー。スーツのおじさんは通販買ってないの。スーツお通販ってなんだ。何のスーツのおじさんって面白いんだけど通販ってどういうことや。通販、何の通販。通販ってシノに見つけってこと。何を通販で買う。わかんねえ職場で義理チョコもらうとお返しがクソめんどくさいのよ。それはある。いや、もうおバカだな、うん、男は。でもさ、なんか女の人ってさ、なんかこう袋かなんかでそこ一つずつこうやって配っててくれるけどさ、男がさ、お返しだよって袋でこうやって配ってくるの怒るじゃん。なんかちゃんとしたもん、ちゃんとしたもんでくれよみたいな怒んじゃん。それは申し訳ない。職場ではみんなで男性陣と組んで、みんなで出し合って、うん、みんなでちゃんとしたものを一人ずつ、みんなからだよでやろうっていう作戦でやってたよ、うんうん。ああ、なそれもいいですね、うん、ほらほら女子のそういう感じやって毎年10倍返ししんと女は怒るって。10倍返しは3倍返しじゃ足んねえのか。いや分かんない、10倍か。でもどうなんだろうな私。でもシロさんは分かりやすいもんね、倍とかじゃないもんね、うん、ディズニーだったら何でもいい。あ、そうそうそう、倍とかじゃないです。倍とかじゃないもん、ね、ディズニー倍かも、倍以上かもしれん、もしかしたら倍ぐらいになるじゃん。そうそうキャラ代高いな、うん、確かに倍になっちゃう、10倍になっちゃう。スーツのおじさんのその通販の話は何だろう。分からん、多分通販って言った人も忘れちゃったかもしれんあ、そう、責められそう。まあ気持ちなんだよね。いやマジ、なんかでも私あんまり大人になってから男性に、多分私バレンタインマジで渡した記憶が、それこそ、うん、オム店長とかバカリジさんとか菊池さんとかはあるけど、プライベートで、その何、まあ働いてないからっていうのもあるけど、うん、そういうので渡した記憶がなくて。そう、でもまあね、くれないから渡さないのかもしれないけど。そうだね
お返しもらって何が一番嬉しかった？お返しって何？一番嬉しかった お返し？お返し。それこそ小学生の時とかってその作るのが好きだったからお菓子とかをみんなに、ね、渡してたりはしたけど、ね、でもなんか分かんない、小学生の頃のホワイトデーのお返しってマシュマロかハンカチ。今マシュマロあげたらさ、こんなんいらねって言われたマジで。いや、マシュマロはいらんすね。マシュマロはいらんって言われた。え、それってそれがね、なんかイメージ的に鉄板かなと思ったのにさ、いや、マシュマロじゃないんですね。むしろチョコで返してもらいたい。マシュマロ多いですよね。マシュマロ、ハンカチ、クッキーとかもあったかな。いや、もうすごい遠い過去すぎて今頑張って記憶をたどってるんですけどっていうイメージかな。そうだよね、お菓子類だよね、大体ね。うん、昔はね。そう、昔はね。ま、そんなマカロンとかそんなおしゃれ、最近でそんなおしゃれハイカラなのをもらったことないから欲しいわ。最近だから。そう、マカロン最近。そんなハイカラなのない。昭和の時代なかったよ。平成なのよ、私。そう、平成なのよ。昭和の話じゃん。じゃないじゃない。ちょっと離れてるはず。当時ほら、まだコンビニとかも全然なかったから、ちゃんとしたところに買いに行かなきゃいけなかったんだけど。あ、本当。マカロンとか売ってんの見たことないもんね。マカロンなの、最近トゥンカロンですけどね。何それ何それマカロンの最近お菓子が発展しすぎて。そう、最近トゥンカロンですから。分からんわ。明治なんて書いてあるの。まあ、コージーコーナーは鉄板だよね。ケーキ、そこ行きゃいいんだよね。ケーキ食べたいな。そうだね、ケーキ、マカロン、マシュマロ。そうそうそう、セブンだって、セブンイレブンってことだね。7時に開店して11時に閉店してたよね、確かにね。あ、だからセブンイレブンなんか。そうだよ。いや、ごめんなさい、もともと氷屋さんだ。すいません、上京するまでちょっとコンビニというものに関わりがなかったので、私、はい、酒屋さんしかなかった。もうスーパーしかないから、本当に小さい A コープしかないから。すいません、ちょ、コンビニのね、ネタはね、平成までなんだけど、うん、絶対あのコンビニのネタはめちゃくちゃ疎い。あ、そうか、生活、生まれ育ったところが昭和をずっと保っててくれてた。そういうコンセプトとかじゃないのよ。そういうコンセプトじゃない。昭和を残そうじゃないのよ、町自体。違う違う違う、そういうコンセプトではやってない。古い、まあ、確かに古い町並みっていうとこあるわ。うん、コンビニあっちゃいけないし、やっぱし。そんな、ダメ。建物、古い建物のコンビニやっちゃまずい。最近、この前っていうか、もう何年前かに行ったら、古い作りでコンビニ作ってましたね。あったね、京都とかそれやってる、ね、そう、木で作ってる。気使ってんのわかんないけど、そう、それがね、できててね、逆におしゃれ、エモいとか。スタバもできたんですけど、スタバがもう全部木で作ってあって、めっちゃおしゃれ。一応気使ってる。そう、多分一応気使ってる、若い子たちに。なるほどね。そう、景観を崩しちゃいけないからね。そうそうそう、栄光、そう、農協の、うんうん、平成生まれネタ来たじゃん。平成生まれなのよ。そうか、セブンでコーンにのせるアイスとかシェイク売ってた。え、ミニストップやん。それ AMPM じゃねえの。AMPM って自分でこうやってアイス AMPM してるじゃん。AMPM ってこっち来てから知りました、私。うん、今もないよ。あ、ないんだ。今はファミリーマートからなっちゃったね。あ、注文してから後ろに作ってくれ。へぇ、ミニストップみたい。うちの近くにはサンチェがあったけどね。サンチェ？サンチェ。サンチェ？あ、知らないです。なんだそれ、サンチェって。なんかコンビニもいっぱいあったんだって、昔。へぇ、いっぱいいろんな種類のがあって、なんかいつの間にかもう三強しかなくなっちゃった。ねえ、セブン。たまにポプラみたいな感じ。あ、ポプラ、うん、セブン、ローソン、ファミマみたいなね、うん、ほとんど吸収合併されちゃったよね。あ、昔はいろいろあったから。サークル系、ミニストップまであんのか。ミニストップありますね。そうか、そう。でもポプラが広島じゃないの。あ、それサンフレッチじゃないの、広島。サンフレッチ。なんで俺が突っ込んでんデイリー山崎ある。サンフレッチだ。デイリー今でもあるじゃない。デイリー山崎のパンがあれなんですよね、押してるんですよね。山崎パンね。そこで、あ、だからか。イコールだよ。山崎パンなんだ。あ、それ初めて知ったな。え、それ初めて知ったの。あ、それ初めて知った。なるほどね。山崎パンとデイリーストア一緒じゃん、イコールじゃん。あ、そうなんだ。それ初めて知りました。そこなの。さすがサッカーに詳しい。サッカーネタだったんだ。サンフレッチェね、それね。なるほどね。しかもサンフレッチェって3本の矢だよね、確かね。5弦ね。へぇー。
三本の矢の話あるじゃん、三人束になれば折れないんだみたいな、あの話、一本だと折れちゃうみたいな、うん、さお前ら三人の兄弟なんだから折れないみたいな、毛利、それ何、呂布的なやつですか。三って三フレッチの3は三本、へーの矢、呂布的な、そういう系ね、毛利、毛利日本系ね、お返しは消えもんがいいと思って、あ、バレンタイン、ね、ホワイトデーの消えもんって何、消えるもの、食べたらなくなるもの、あ、残らない方がいいのか、じゃあ、いや、それは思う、あのネズミの丸焼きとかになっちゃう、ネズミ、何を言ってるんですか、あなたは何をおっしゃっているのですか、私は私ちょっと分かんないっす、ネズミ、あ、ネズミのお菓子か、いや、そうそう、お菓子とか、いや、それこそ言いますよね、付き合ってないんなら消えるものの方が絶対いい、消えないと重いっていう子もいますね。あ、そうなんだ。そう、グッ消えるって。そう、食べ物か。そう、食べ物。うん、だからある意味マシュマロとかはね、正解なのかもしれん。あ、なるほどね。そうそうそう。じゃあマシュマロでいい？私ちょっとマシュマロ苦手で。マシュマロ NG じゃない？そう、食感がちょっとダメなんですよね。食感がいいんじゃないの？食感ダメなんです。あ、なんか甘いしみたいな。あれでもさ、アメリカ行ったらさ、マシュマロさ、串に刺してさ、うんうん、焼いてるじゃん、あいつら。焼きま、え、日本でも焼きますよね。あ、そうか、焼いてるの美味しいよ。え、ちょっと。ダメなの？ダメっすね。じゃマシュマロじゃないやつ。はい。クッキー。クッキーあ、まあ、おむうさんだったら、どうせ缶、あれでしょ、ミッキーの 缶じゃない、ちょっと高いやつでしょ。中身より缶が高いから。そう、缶が高いやつ。缶が高いよね、あれ。そう。そうか、じゃあ、ミッキーの缶のクッキーってことか。缶ジュースだって。ミッキーの缶ジュースって言ったっけ？ミッキーの缶ジュースはいらんかも。柿ジュース。柿ジュースだ。柿ジュースだ。飛騨の。飛騨じゃない。岐阜の方か。岐阜ね。うん。山崎は。お金も消えるよ。あ、お金いいっすね。お金貯められるから。確かにお金。お金は賞味期限ねえから。確かにこっちで貯めちゃう。うん、そうなんだ、ね。あげた本には消えるけどね、こちらは貯めるから。うん、そうなんだ。山崎って地元の郷土品あったんだ。そうなの？あ、でも山崎って結構あの自営の人たちがやれる気軽なコンビニだから、へぇー、だからなんか野菜売ってたりとか、そのお店によって結構自由度が高い、ね、そうなんですね、コンビニ行くら、ね、そうなんだ、うん、多分出店料も安いんじゃないの、あのあれが、あー、なるほど、他のコンビニに比べてね、比べて上納金が安いから、うん、もともと酒屋さんだったのがデイリーに変わる、うんうんうん、間を取って投げ銭で正解で、うちあ、ね、ちょっとデイリーの話、うちの近所にもさあるんだ、うん、デイリーストアで、むデイリー道路挟んだ向かいにセブンイレブンがある、うん、で全部こっちにお客さん取られちゃった、もともと多分デイリーの先だったと思うんだけどさ、でもそうですよね、セブンがあるとこにデイリー作らないですもんね、デイリーアートだったらね、でそのデイリーこの間こう散歩してて、あ、じゃあちょっとせっかくだデイリー行こうと、セブンの休みてからデイリー行こうと、うんうん、で真っ暗なんだよ店が、でも開いてるんだよ、うん、開いてますって書いてあります、入ったらおばあちゃんが電気つけた、うん、誰も来ないと思ってるから電気つけた、あ、なんだ、入ったら電気がつく、つくシステムなんですね、なって思おもろ、そういうなんか省エネなデリだった、まあ電気代もかかんないですしね、変な、そうだね、でも俺が勇気を振り絞って入ったらその後何人か入ってきたよ、あ、じゃあやっぱやってるか分かんないっていうのはありますよね、電気ついてなかったらね、確かに薄暗かった、でも一応入り口にはやってますってね、なんかほらあるじゃん縦札みたいなやってます、縦札だコンビニ、はいはいはいコンビニの縦札で、確かになんか地元ならではって感じ、うん、それ地元あるあるでした、ね、そんな雪降ってトラック止まると山崎パン祭りがあると聞いたことがある、うん、デイリー山崎、あ、そうなの、それこそそういうおばあちゃんとかがやってるところっぽくないですか、自分たちでいろいろできるコンビニで、 あと高速でね、ほら急な雪で立ち往生しちゃった車にデイリーのトラックもいてみんなに配ってたよね、え、すごっ、デイリーすごない、デイリーすごいんだよ、すごいですね、大手じゃなかなかできないことを、大手だからね大手か、うん、だからそういうのはあの緊急の時は、でもディズニーもそうでしょ、東日本大震災の時にさ、なんかもう
ぬいぐるみいっぱい渡してさ、こうなんか頭にやってくださいとか、ね、食べ物とかね、うん、全部渡してたじゃん、うん、あれはその場の現場の判断でやっていいっていう、うんうん、素晴らしいね。素晴らしいですよね。ディズニーとデイリー素晴らしいね。ジャンル違いすぎて笑っちゃった、うん、じゃあ俺ちょっとデイリーでなんか買うよ、お菓子詰め合わせ、はあ、それかパン、パンパンパン、あでも楽しみにしてます。パン賞味期限すぎちゃう。グルテン、ペイペイ、最近はねペイペイですからね。ペイペイやってないんだよね、乗り遅れちゃって、もうなんかいろんなこと、ペイペイ、いろんなのが出すぎちゃってさ、もう使わないんだよね、おじさんたちにね。最近現金を使わずペイペイやってたら、うん、もうやばいっすね、うん、使っちゃうよね、使っちゃう、本当に。俺もクレジット自体をなかなかあんまり持たないようにしてたの、うん、使っちゃうから。いや本当にそう、最近クレジットがないと何の買い物もできねえみたいな、ねえ、そんな、そうなんちゃらペイ多いよね。そうなんちゃらペイ多いね。デイリー唐揚げおまけしてくれたんですって、優しいな。優しいんだよね、なんかね、俺もなんかおまけくれたような気がする、おばちゃん、おばちゃん。優しい。まあそんなわけでさ、はあ、なんかバレンタインネタ来たから、ちょっと知恵袋でね、面白い、うん、面白いというか、知恵袋やりましょう。なんかみんなとどうだろうって考えれるネタあったので、うん、みんなにも意見を聞きたい。どうぞ。バレンタインの、うん、チョコレートの本命と義理の境目は何だと思いますかっていうね、質問を投げてる人がいて、そこの人はなんか値段ですか、手作りですか、気持ちですか、それとも他にありますかみたいな感じだけど、みんなはどう思います？気持ちじゃねえの。青梅さんは気持ち派ね。多分チョコだけじゃないでしょ、本命の人って。手紙添えるとか、なんか一言あるとか、どっか行ってあげるとか。てかそもそもチョコ渡さないかもしれないですね。なんか分かってんだろみたいなのあるよ、付き合い。やなんかね、今年13日前日、前日、今日、昨日か、うん、が日曜日だったじゃないですか、うん、多分デートをしてる人めっちゃ多かったんですけど、うん、お姉さんたちみんなブランド物持ってましたね。多分ブランドを渡すんだと思う。ほうすげーって思ったけど、都会いいって思ったけど。それでバーバリーがいっぱい目がついちゃったんだ。あそう、バーバリーとかあのなんだっけ、でもなんとかっていうYouTuber とかがよく買ってるブランドの袋とかめっちゃ持ってた。そう、もらえれば全て本命だって。もらった方はね。もらった方はいいんですか、もう本命になっちゃうから。そう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 、あげる方ね。そうそう、あげる方。だから多分プラスアルファがあるよね。義理っていうのはほら渡しておしまいでしょ、なんかもうその日だから、うんうん、あのいつもお世話になりましたみたいな感じでさ、そうなってますみたいな。でも本命の場合っていうのはデートプラスチョコとか、うん、あのそこにチョコになんかこう思いをしたためるっていう紙を渡すとか。確かにね、なんかプラスアルファがある。手作りだから本命とはまた違いますもんね。うちの子供がだ、今回はコロナだから手作りができねえとか言って、うん、俺がなんか5、6千ぐらい払ってさ、なんかチョコをね、チョコ30個ぐらい買わされたけど、小学生まではその自分でなんか買って、うん、ほらチョコにすげえかかたなんかいろんな塊みたいな買って溶かして、そうそうそう、塊って大量にかやって、ちょっとしたラッピングでうん、うん初期投資すげえ安いだろお前、100円もいってないよねみたいなのであげて1000円ぐらいのもらうみたいなので、うんうん、うまくやってたんだよ。うまくそう。えでもなんか作りたいから手作りね、作りたいから渡すとかもあるしね。作りたいからじゃ、もらいたい、もらいたいから、はい、そっちか。もう知恵がダイソーにそういうコーナーできるねって。そういうコーナーとは、そうダイソーでそういう手作りコーナー、あーあいっぱいグッズ売ってんじゃん、安く、うん、あれでやっ作ってたんだよね。うん、今年あんまり売れてないみたいだね、手作り。今年ね、手作り本当にあんまないらしい。そもそもバレンタインって本当に人を絞って渡してる人が多いらしいですね。そうね、もうそれこそ好きな人にとか。職場も行ってない人多いしね。うん。逆にいいんじゃないか。あとなんかね、一時流行ったのは、まだね、グリーティングメールっていうのがさ、まあ、覚えてると思うんだけど、昭和の人だったら覚えてると思うんだけど、何グリーティングメールって。インターネットが普及しだして、うん、2000年代ぐらいの時に、うんうん、あのメールでやり取りが一時期ほら流行るわけ、ショートメールと、はいはい、その時にさ、パソコンのメールでグリーティングメールっていうのがさ、なんかちょっと添付で貼れるんだよね、うん、でそれでハッピーバレンタインとかクリスマスとかなんかこういうの送ってさ、あちょっと華やかになるやつ、そう、それで済まそうってするやつが多くなった。物じゃなくて、ほら、お
手紙送ったよみたいな。なるほどね、年賀状的な感じだ。年賀状もその買わなくて済むからそれで済まそうっていう魂胆のやつが。魂胆のやつ。そう一時期。そしたらスパムメールがすげえ流行って。ああなるほどね。開けたらなんか感染みたいな。感染するみたいなね。それでやられます。懐かしいな。もう二十数年前。あったんだ。あったあった。多分皆さんも経験がある。行く会社がない。まあ俺もなんだけどね。うん、私もだ。自宅が会社みたいなことです。へえ。人絞るか。だから本当はねその義理とかそういうまあ年賀状とか お中元とかお歳暮とかっていうのはこう年にね日本の行事の一つとしてさ、うん、まあ、お世話になってる人とかそういう人たちにもなんか感謝の心をね見せようねみたいなさ言葉だけじゃなくて形にして見せようねみたいな文化だったわけじゃん。それが今全部崩れてない。この間すげえ腹立ったのはさ年賀状さもう今年から出すのやめましたみたいなさ人がされてさ、うんうん、でも自分のところに年賀状が来たやつで5個も当選してましたみたいな SNS で開けてたパックおっさんだぞいい年のおじさんすげえ腹立ったよねこれってどうなんだろうと思うんだよね。確かにね、うん、なんか出さないぞって言ったならね、うん、いやもう今年から出さないからみたいな。そうじゃないような気がするんだよね。なんかやっぱ それもやっぱお世話になってるんだったらさとか一応ね毎年やってるんだったらそういうのはやるべきだと思うし。いやなんか私は別になんか出す出さないはその人が決めていいと思うけどそれを SNS とかで公表するのは違うのかなって思っちゃう、うん、それも違うよね、うん、あと郵便局ももう少し考えてくれよ。はがきを買う人の方がお金を払ってるんだからその人たちが当選する何かを考えてもらう人が当選するんじゃなくて逆転の発想でやってくれるから、ね、そしたら買う人増えるってだって出さねえんだもん。まあ出す人は出すし出さない人は出さないから。そうそうだから出さない人はいいじゃん別に、うん、出すか出さないか。でも出さないくせになんか得をもらってるのが腹が立たしいなと思って今ね LINE とかでもねそのお正月のスタンプもらったら何かが当たるよとかあったけど、うん、今年は、まあ、時代なんか変わってね年賀状じゃないスタイルとかねいっぱい増えてきたなっていうイメージ。まあね、うん、でもなんかちょっと薄くなってきてるよねそういうつながりとかがね。それでいて婚活とかねいい人が出会いたいとか言ってるけどね、うん、もっと人として大切ななんかご縁のなんかねその大事にするものをもっと持った方がいいんじゃないかなと思って。へえ、へえ、おじさんの意見でした。おじさんの意見。大手になると聖母とかもらってないけど日本の文化ですからって毎年置いていきますと。そうだよね。あと昔はねどっかの家に訪問する時とかっていうのはさやっぱ手ぶらじゃあれだからっつってなんか手土産みたいなの、うんうん、持っていくのが普通だったじゃん。でも今はコンプライアンス的に受け取れないんですとか言ってさ、コンプライアンスってなんだよみたいなさ全部縛ってなんでって、まあ、ここでもらっちゃうとあれだからとかこれ賄賂になるからとかなんとかとか言ってさ、うん、なんかそこまで全部縛っちゃうじゃんなんかさ、うんうん、ルールですみたいな、うん、だから本当お気持ちっていうのはなかなか難しくなってるよね。へで何かをしてもらったら日本ってチップ制度がないけど、うんうん、例えば、まあ、お坊さんとかにはお布施とか、うん、なんか引っ越しでは何か寸仕上げるとかそういうなんかお気持ちってあったじゃん、うん、それすらもなんかもらっちゃいけないルールなんでとかさなんか あげなくても大丈夫ですとかそうだってただこっちは痛くないからあげなくなっちゃうじゃん。そうへえ、そういうのあるんだ。気持ちが形にならなくなってきてるよね全然ね。まあ、日本の文化のコンプライアンスはそうなんだよね。難しい。何ですかねコンプライアンスってね。そもそもコンプライアンスとは、そうだね、横文字苦手だもんね。よくわかんねえ社会人が言う言葉よくわかんねえ私はそんな感じでございまして、あんでなんだっけヤフーの問題、うん、その義理と本命の境目は何ですか、うん、境目ね難しいけどな。まあやっぱしその思いがチョコだけじゃないってことだよね現れてるのがねと思うような気がする。でもある程度めちゃくちゃ本命の人には確かに高いというか値段でも出ます、うん、
出ることも多分あるだろうし、まあ、ね、ちょっと差は開けるよね。そうそう、一緒じゃないでしょ、やっぱ300円と5000円とかあるかもしれないしね。さすがにうちの娘もそうだったよ、うんうん、やっぱそこら辺の友達にあげるやつと俺のはちょっと違うチョコを選んだんだけどでもそのお金を俺が払ってもう自分で買ったみたいな感じになってるんだ。そうだね、うん、ちょっとそこは気にしてくれてちょっと違うんですよ。なるほどね、うん、そうそうそうとかはあると思う、ね、主観ね、まあそんな感じです。そんな感じ重いです、気持ちだ、うん、結局はまあ気持ち乗りますからね、何でも。そりゃそうだよね、やっぱ本命は張り切っちゃうでしょ。張り切ると思う、うん、次行っていいですか。あ、次あるんですね、はい、あるある、今日いっぱいある、はい、はい、どうぞ。昨日バイト先の好きな子からバレンタインチョコをもらえました、うん、おめでとうございます。おめでとうございます。バイト先は自分以外みんな女性です、うん、その子は自分より早く退勤で、うん、帰る時点でチョコはもらえなくて、うん、まあもらえないよなと諦めていたんですが、2時間後にその子がバイト先に来てました。横で店長と先輩が、うん、あなたに渡すためにわざわざ来てくれたんだってって言ってめっちゃ嬉しくなった。ただその子には彼氏がいます。3年付き合ってて今は遠距離みたいです。だからどういう心理でチョコをくれたんだろうと考えてしまいます。どなたか意見ください。ここまで読んでいただいてありがとうございました、ということで。チャンスチャンスじゃん。もう3年目はもう大体倦怠期なんだから、それで言ってさすげえ、その 2年目3年目って倦怠期になっちゃうし、どうしてもね、うん、それでそういう時こそやっぱ寄り添ったりとか話し合いが大事なのに、うん、遠距離なんでしょ。遠距離なんですって。チャンスじゃんあ、めっちゃ悪い笑い方しちゃったあはははとか言ってビッグチャンスじゃん。ビッグチャンスだ、頑張れ、押せ押せっつって向こうから来たんだから、お次お前の番だろみたいなさ、取ったもん勝ちだってビッグチャンスだよ。本心はどう思ってるんですか。え、本心だよ。あ、それ本心なの本当に学生でしょ。え、わかんないけど、言っちゃえ言っちゃえだって、うん、いやだって学生レベルの話でしょ。いや、私も、うん、天使のと悪魔いるって言うじゃないですか。天使だったら、うん、いけるいけるみたいな、うん、言っちゃえ言っちゃえ、思い伝えちゃえ。デビルバージョン、デビルバージョンだったら、いや、ただの勘違いですとって言っちゃう勘違いで、ね、それでなんかワクワクしないでくださいって感じ。本当にそうだね、ちょっとおじさん出ちゃったよね。いや、マジでおじさん出てる。みんなも多分ね、このそう、それいやでもこの勘違いがダメなんだ。いやでもこのコメントもハハハって思ってる人絶対いるっていや、そうだね、ただお世話になってる感謝の心かもしれないわけじゃん。だって彼氏いるんだから。そうです、だって自分以外みんな女性なら、うん、まあ男性なんか職場の人にね、まあ、渡すっていう気持ちもわからんでもないし、うん、それでね、なんか用意したからあげるっていうのもわかるし、うん、そうだよね、周りに男性が彼ぐらいしかいないいないだろうね。うん、そうだよね、みんなたまたまね。そう、どういう心理って、ただの職場の人ですよ、それをちょっと、うん、だってこうやってどういう心理って言ってるってことは、俺のこと好きなんじゃねと思ってるってことじゃん。さっき言ってた勘違いの話じゃん、完全にさっき言ってた勘違いの話だよ。だ、勘違いするよ男は。なんでかね。だって嬉しいじゃん。だって、いや、嬉しいのは嬉しいと思うけど、そう、伏線でしょ、わざわざ来てくれたとかさ、いやいや、たまたま取りに帰っただけですよっていう話でしょ、単純に。違う、あ、見て、遠距離に彼氏がいるのに色目作ってくる女子とか、色物、色目使ってないでしょ、これ。思ってるのが男の目線だよね。そう。そうやって色目使って乗り換えようとしてんじゃないか。そう発想しちゃってるのは男の目線、ね。色目は使ってないですからね、これ。わかんないけどね、見てないから。ただ単に、そう。くれただけで、ね。え、そう。その女の子は、まあ、用意したから職場の人に、うん、で今日渡さないと次のシフトいつかぶるか分かんないし、うん、まあ、リアルタイムで渡しとこうってことで待ってたとかって全然ありますからね、うん、全然あるよね、確かに、うん、それで勘違いされてるね、男の方が舞い上がっちゃって、うん、ほら遠距離なんだしみたいな、チャンスあるかもしんないみたいな、ビッグチャンスみたいな感じになって、多分告白して振られるパターンだよね、大体ね。
でもまあ正直言うと待たずにロッカーに入れといてもよかったんじゃないかなとか思いますけどね。いやそれはお返しに期待するとかあと実はその彼だけじゃないかもしれないね。いや本当にそう、うん、だって社長は実は男かもしれないし他にもしかも女性陣にもね渡してる可能性だってありますからね。みんなに配ってる人いるじゃん、うん、たまにさいるいる、うん、そう分かる分かる。その中の一人なのにお前だけじゃないよみたいな話で 何どういう心理とか聞いてるんですかって感じよ。もう今胸踊ってるから、ね、いや踊ってるし踊るでしょこれ。これなんかいつも普段なんかコメントがついてるやつ選びがちなんですけど、うん、回答、うん、これついてないですよねまだ。今ちょっと俺さっきだったらビッグチャンスってちょっと書いちゃう。そう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 。でもちょっと落ち着け、ちょっと落ち着けだね。そうちょっと落ち着けと、ちょっと落ち着けと。あキュン話来ましたよバレンタインキュン話、うん、昔横で板チョコ食べてた事務員が、うん、あバレンタインでしたねって食べてた板チョコ割って分けてくれたのにキュンとしたらって特集嬉しくね。嬉しいよそれね。それでもね、なんかでもそれも照れ隠しかもしれないじゃん。いや絶対違うだろ男はそうやって妄想したいんだよ。いやいやそれは照れ隠しでね本当はあげたいんだけどそういう風なことを言ってね、でもそうやってくれるっていうのにキュンとするよね。私誰かが食べてたやつもらいたくないなじゃあそれ反対側渡るんだよ。あそっか、ごめんねとか言いながらこっちでいいみたいなさ。でもそういうその行為がさ、だってそんなのいちいちしなくてもいいのにさ。まあ確かにね、いちいちしなくてもいいのに、うん、わざわざこうわざわざ買ってだったらなんか本心バレちゃうからそういうのってなんかそんな裏エピソード、そういう風に妄想するんだって。もしかしてちょっとなんか気を使わせないためとか、ちょっとねちょっとしれって渡せる。今日のテーマ勘違いですよ。ほんと勘違いでもいろんな勘違いがあるなほんと。でも確かになんかちょっとでも気にかけてくれた感はありますよね。そうそう、だからね、あのうっかりしちゃったみたいなことの言いながらでスーツのおじさんに、うん、あいいっすねそんなシチュエーションシチュエーションいいって、シチュエーションいいんですよそういうふうに妄想をね男はね勝ち立てるわけですよ。なんでそんな妄想できるかね。で嬉しい、喜んでるから、すげえな、うん、なんか男性って妄想得意ですよね。男あ女性は現実派だもんね違いますよみたいなただちょっとね渡しただけだとかね、うん、男妄想ロマンだから、うん、男ロマンに行きたいから、うん、そんなことはね、あの分かってますよ。そんなにねドラマチックなことなんてねないですからそんなあなたも妄想得意でしょって言うけど、なんだろうな、得意な話、妄想っていうより私妄想をしてるっていうより話を作るのが好きなだけで、話を盛るのが好き、そう盛るのが好きね。あ盛り盛りだ、虚言するのが好きだから、そう虚言癖あるから、ね、好きで、なんか妄想とはちょっと違うんですよね厳密的には。まあいいんじゃないの、そういうのを妄想と言いますだってこれが妄想だったまあ自信がある証拠じゃない。だから現実的な妄想なんだろうね、篠さんはね。板チョコ の事務員さんに一番いいものをお返しした妄想野郎ですだって。そんなんやったら私だって食べてはいってあげるわ。でもそっちの方がちょっとそのもらう事務員にもよるよ、その男がどう思ってるのか、うんうんうん、でもちょっと、まあ、まあ確かにね、ちょっと気があるなとかね、ちょっといいなとかね、うん、思ってるんだったら割ったのでも嬉しいでしょ。そしたらまあ確かに気がねあるなら、そしたらもう絶対事前にさ、ね、お返しめちゃくちゃいいのやって、それを偶然を装っては返すよ ね、 ね、確かに。あそういえばみたいなさ出た白々しいやつね、ここに何か入ってるみたいな、あなんかあそうだえあ、ま、なんか余ってるから、うん、そうそうこれいっぱい、あなんか家にいっぱいあったからあげるよとか言って、すっげえ結構いいやつあげたよ絶対そうなんだっていやそのために買ったくせにね、まあねこのコメントの方は普通にスマートにお渡ししたと思いますけどそんなね周りくどいことをせずに、妄想やるのなんだよ男は。なるほどね、ロマンチックなんだよ。でもいいね、うん、ロマンチックな、ロマンチストの男性はいいと思います。こうやって盛り上がってる時に、あ、そういうつもりないんで、みたいな、ね、そうそうそう、ちょっとね、言ってくるやつ、ね、凹んでんだよね、そこまで言わなくていいじゃんって。そんな虚言、死の10キロ痩せた、うん、俺もね、10キロ痩せた予定
やってたんだけどね。ね。いつもなく戻ってるんだよね。そんな、ね、私もなんかね、痩せるんですけどね、うん、太るんです。そうだね。まあこの時期あの冬眠の時期なので太っても仕方ないかなとは。まあそう考えとか。はい。うん。冬乗り越えないね。あ、そうそう、まずね、うん。そうそう。命かかってっから、ね、冬、うん。まあ妄想は自由ですからね。そうだ。妄想していこうぜ、ね、そうだそうだ。で、女の人は現実を突きつけて奈落のそこに落としていく、ね、していくまあ女性でもね、妄想して生きてる人だっているし、いるね、うん、この間のその番組の人でしょまあ現実見ろよみたいなさ。そう、まあね、まあねと言ってちょっと、そうだね、現実に、だから女の人は現実に近い、だから年収がいいとか顔がいいとかさ、うん、白馬の馬に乗ってくるとかさ、王子様がいいとか、王子様がいいとかね、だから現実に本当に会ってもらいたいって本気で思ってる妄想じゃん。そうそうそう、本当に来てもらいたいと思ってる、本当に来ると思ってる。どう違うの、その男の妄想違うからさ。違うんですか、うん、そうそう、なんかそういう現実的なお金とかじゃないみたいなさうんうん、死のやんじゃないよ、シノさんじゃないよ。シノさんじゃない。シノさんも一言も言ってない。そうそうそう。シノさんじゃないけど、顔が良くてお金持ってて、馬乗ってて、王子様の馬に。馬の馬に。まあ、白髪のね、王子さんない。やだわ。そうだね。女子は現実的だね。現実的な理想郷が高いってことだよね。男はね、そう、なんだろうね、妄想癖で。板チョコの人が、不戦士に、疲れている時に甘いものありがとうって書いて机の上に置いときましたって。うわーすごーい、うまいんだよね、うまいね。たまにさ、なんかさ、あの本社の経理の人とかからさ、こう俺がね、会社入ってた、働いてた時にその付箋でさ、なんかいつもお疲れ様とかさ、ただそれだけなんだけどね、嬉しいよね気遣いがね。そう、気遣いですよね。男はそれだけでもうね、舞い上がっちゃう。いや、この方は多分男性が、うん、その板チョコのお姉さんに、お姉さんに、あ、付箋で、そう、付箋書いて、その、それができる、ね、うん、男性、男もすごいじゃん、そういうの好まれる、だからモテるんだよ、そういうのさらっとやれる、さらっとやれる、ね、そうそうそう、下心、そんなこと恥ずかしくて書けないだってそこが境だ、境ってそこが境目だ、そう、境本命か、あの、ギリか、あ、ギリかね、うん、ちょっとね、やっぱね、あ、キュンってきたから、うん、そうやって、うん、誰しもにやるわけじゃない、そうそうそう、あ、でも誰しもにできてる方がスマートか。いや、スマート、まあスマートやし、戦略的じゃなくていいよ、ね、誰にでもやるのはいいよ、ね、だからうまいんだろうな、うん、とかってありますよね。あ、女の人よくあるのはさ、その誰にでも優しい人が好きなのに、でも自分のことだけを見てっていう、なんか真逆のこと言うよね。あー、なるほどね。付き合うまではそれこそ誰にでも優しいのが魅力的ですよね。そう、誰にも優しくて、そういうのがいいって言って付き合った時は私だけ見てたよね、うんうん、それで男困るよね、大体ね。なるほどね、うん、それはよく聞く。まあ確かに、私もし今後付き合いする方がいて、うん、おじいちゃんおじいちゃん、なんでおじいちゃんなのおじいちゃんでモテそうだ、まあ、全然私若い方でも OK かもしれん。どんな方と付き合ってるかは分かんないけど、うん、今後ね、なんか例えば一夫多妻制が解禁され、うんうんうん、されたらもう、うん、そうそう、処しますね。何？全員を何？一夫多妻制、うん、多妻制で、うん、一夫多妻制になりました、なりました、国的にね、うんうん、で、OK、私がめちゃくちゃその人のこと好きだったらもう、うん、もうあれ来る。大難婦人ですか？もう1じゃないと許しませんぐらいの。1じゃない、あ、性質。そうそう、性質イコール側室はいりません。側室ダメなんだ。そうそうそう。あ、でも側室もいても、多分多くのトップみたいな感じで、もうトップになる、こう指示出すえ、ちょっとあなたみたいな。要は性質のステータスってやつ。そう、なんなら男性よりも上に行きたいと思うかもしれないですね。将軍だ将軍だ、将軍になるしかね、うん、そう、北条政子だ。まあ、それ誰もがそうなんじゃないの。それは性質になりたいでしょ、みんな。それだ、そうだな、北条政子だないいね、今のちょっとね、大河とね、ねえそうそうそう、愛人の家を焼かせるからね。あー、そうなんですよ焼きそう、焼きそう本当にやったらやばいけど、マジで、うん、そうそうそう、手下に、手下にしてそう古文だ、うまくやってねって、そうだね、なるほどね、ねということで、
あとなんかあるの？え、ある。あるんだ。もう一個ぐらいどうですか？ね、なんか女の子の結構切実っぽい意見がある。もう何だい？バレンタインはもう終わるのですが、元彼にバレンタイン渡すのってやっぱりダメですか？と。バレンタインの中身の意味合いもいろいろあるからいいんじゃないですか。なんか今まで3回ぐらい別れて復縁しての繰り返しの、で1週間前ぐらいに振られたんですって。けどこの方はもう別れたくないの一点張りで、でも全部自分のせいだって、でなんか DM とかも送ってこないでって言われました。でも私はまだ好きです、だから渡したいんですが、渡したら気持ちが気持ち悪いですか、重いって言われますか。それ何歳ぐらいの人ですか。分からないですね。あるよねそれね。それは多分受け取ってくんねえよな多分な。ダメです、未練たらたらやないかい。だって、いやこれはね送んない方がいいっすね。悪化するだけだな。悪化しますね。ド M かじゃ、そういう問題じゃないと思うよ。いるよねそういうね。いやその多分渡すことでちょっと振り向いてもらえますかっていう意図が入ってるとしたらもうダメ。もう入ってるよね。そう入ってますよね、だからダメだろうね。そうこれそれやったらやらない方がいい。寄り添ってないでしょ。そう寄り添ってないから。寄り添ってない と別チャンスもらえないから、寄り添う。でも寄り添っても渡していいですかとは言えない。そうそうそう、気持ちはわかるよ。気持ちはわかると。渡そうとするのは自由だけどその後はわからんな。ホワイトデーに渡そうぜ。いやちょっとそれはよくわかんねえな。いやちょっとだって1日前に別れたんでしょ。そう時間を取るって話。えでもなんか全私が悪いって言ってるんすよね。多分もう自分にも原因があるんでしょう。自分でも分かってるわけじゃん。でもそれでも好きなんでしょ。でもねくっついては離れたりしてるってことは向こうだってそこの部分以外は嫌いじゃないはずなんだよ。だからひょっとしたらもう一回復縁する可能性もあるじゃん。よくそういう人たくさんいるじゃん、夫婦喧嘩ばっかしててさ、別れたりくっついたりとかさ、ね、いっぱいいるんでね、だから今はちょっとタイミング的に重たいと思うよね。重いっすね。だからホワイトデーでいいじゃん。ホワイトデーに渡すって。1ヶ月ちょっとあれちょっと過ぎちゃったけどみたいな。ホワイトデーもはって感じやけどな。えなんならそういうイベントじゃない時に渡す方がいいのでは。じゃあ2人のイベント、なんかそういうチョコとかじゃなくて飴、あ、喉飴いるみたいな、そういうチョコっと。接触がないんじゃないの。だってもうそういうのイベントがない。確かに日常にもう連絡してくんなとか言ってんだ。そう寄り添うスタイルよ今日は。自分のどこか悪かったのかよくよく考えましょう。そうしたらきっと前向いて歩き出せますよ。多分そういうしつこいとこだよ。いや、多分その自分が悪いとかって書くけど、もちろんそのなんかその別れるに至ってそれこそ自分が悪いことも多分あったと思う。ただ自分が悪いだって思いたいんですよね。思いたいんだと思うよ。そうでも自分が悪いとは思ってないと思うよ。だからいつもぶつかるんだよ。でも友達からしたら彼の方が悪くねって言う人もいると思う、からでもね一番この彼女に欠けてるところはね、本当に相手のことを思ってる心が入ってないところだよ。今回のそのバレンタインだって何だって全部自分中心じゃん、だから付き合ってて男の方はその心を感じないし、なんか女王様だねみたいなさ、めんどくせえんだよみたいになっちゃう。うるせえなとか。そう、でもあなたのこと思ってるんだよって思ってるのに、お前矢印自分の方にしか向けてねえじゃんみたいなのを感じられちゃってるから離れていくんでしょ。ある意味重かったのかもね。もうめんどくさいんだっちゃう。うるせえって。なんだと思うよ。よくそういうの多いもん。からまあ寄り添うスタイルで渡すなって言うためには、なんかホワイトデーに渡すのもなんか気持ち悪いんですよね。だから相手が一番嬉しいことをは何ですかって、相手のことちゃんと考えて。だってこのバレンタインだから自分があげたいからとか、より戻したいからって、お前全部自分中心の考えじゃん、まあね絶対より戻したいからね。相手のこと考えてないじゃん。なんで悪い自分が悪いのか、相手が離れていったのか、相手のこと考えた行動を今度してみればいいんじゃないの。じゃあ相手のこと考えましょうですね。それは女子に多いもんそういうの。どうせ GPS とかつけてたんだろって話。GPS 信用してないの。
結局だから束縛する人とかっているじゃん、女の人でさ、私だけ見てみたいなのついててさ、うんうん、で今日何やったのかとかさ、 LINE 見せろとかさ、いるんだけどさ、そもそも信用してないじゃん。でもちろんその大体男が前科があって、うんうん、信用を裏切るような恋を一度でもしたらもう二度と信用戻せませんみたいなのがあるから、男の方にも問題があったりするんだけどね。女の人はただただ不安なだけでさ、不安で心配なだけで、で満足しないから、そういうので見ないと満足しないからみたいな、分かち合いが足んないね、お互いにね。リスペクトは足んない、ね、そうそう、お互いですよね。お互いの問題だと思う。多分彼にも何かの問題があるんだと思うし、ちゃんと向き合ってないっていうのはさ、だからいいんじゃない。はたまたね、束縛されてっていう人もいますけど、うん、コメントで束縛されたいらしい。ああ、そうそう、そういう人もいるよね。だからいろんなフェチが、フェチだよね。フェチ。そう、束縛されたいって人もいる。でもまあ、束縛されることで愛を感じるね、この方みたいな人もいるし。そうそうそう、いろんなタイプがいるんだね。そう、このコメントもね、誰が書いたかとかって分かるんだけど、私は。もう俺もどっちかというと月一報告するタイプだね。今日こういうのがあったぜ、うんうんうん、今日これからこういうのがあるぜとか ね、 ね、それは多分さっき話したみたいに中高生の時にすごく誤解をされてきた経験があるから、うんうん、もうでこっちはクリアフリーなんかあれじゃん、悪いことしないじゃん、うん、クリアじゃん、うん、だからあの全部話したね、今日誰に会うの、なるほどね、で今日こういうのがあったとか、もう全部話したらすっきりするんですよ、誤解もないじゃん。じゃあ行ってらっしゃいって言われたいもん、うんうん、今日誰と会ってたのでね、もういいもういいとかってね、なるし、面倒くさい、もうこそこそしない、堂々とする、うんうん、そう、本当にそうよね。今日はこれからしのちゃんと飯食ってくるからって。でも分かりやすいですよね、そういうオムさんがね、なんか隠し事始めたらあれってなるしね。そう、すぐバレるから、すぐバレるからね、どうせすぐバレるし、男はね、うんうん、あ、そう、 GPS つけてね、あの、うん、私の応援してくれてる人に GPS ついてる人いますけど、おうおう、そう、 GPS つけながら舞台見に来てくれたりしますよ。でも自分で GPS やっても、だから今日も家から出てるやとかさ、そう、しのちゃん、また自分また家にいる、自分に動きが出る、そう、動きそういう、ずっと携帯家にあんなみたいなねこいつ外出てる、そう、私につけられても面白くないと思う。あ、ずっと家だわ。そうでしょ、動き出したと思ったらコンビニだみたいなあれもう帰るみたいな、早みたい な、 たいな逆に歩けって言われるかもしんないそうなっちゃうね。そう、ナイフを持って街に出るとしばらく束縛され、それ拘束されてますね完全にね。そうだね、お縄ですね。なんかね、あのポリスの人たちね、そう、ポリスの人たち、うん、多分ね、はい、電源切れない、え、電源切ったら、うん、あ、その知り合い の、 あの応援してくださってる方は電源切ったらもう奥様にいろいろ言われるから、うん、そうだね、もうその切るっていう行為自体がもう、そうそうそう、もうアウト、アウトだよね。そう、もう、もう信用できないってなるから、隠れてもう一台持たなきゃ、そういう時は。そう、なんかね、やっていこう、みんなね、みんなじゃないけどその人は駅のロッカーに入れたまま来てくれたりしましたよそういう風な知恵だ、そういうとこだけ知恵を発揮するんだよね。そうね、なぜかね、別にね、なんかさ、すぐにバレる。そう、本当にそうGPS 動かないと不安になるって、逆に本当に思うのはさ、なんかバレるようなことを やる方が、こそこそする方が絶対悪化するんだから、もう堂々と言った方がいいってね、まあね、前科があると、あるとあれですよね、前科がつく、前科を作ってしまったらもう絶対信用されないから、うん、もう二度と信用されないから、だったら最初からあの前科じゃなくて、もうそういう人なんだっていうふうに思わせない、思わせないとした方がいい言った方がいい、うん、ちゃんと言った方がいい、みんな言ってこう、今日どこ行ったよって。そうだから今日どこ行ったよだじゃなくて事前に言うんだ、あ、先にね、先に、そうか、事後報告だとダメだ、スケジュールを全部言うみたいな、じゃあそれ通りに動かないとダメってこと、それ通りに動くんだよ、えー、もちろんイレギュラーがあるでしょ、イレギュラーあった時は、はいはいはい、あの今日こっからご飯になることになったっていうのを報告すれば、あ、先にね、うん、ちょっとね、なんかここでこいつだとこういう風になったみたいな、すごいな、おむさんとか LINE とかすればいいんだ、ただそれだけじゃん。え、でもそれこそ奥様は安心でしょうね、そういう風にやって、だから喧嘩ないじゃん、すごい。俺なんかどっちにしろ仕事柄若い女の子と会う機会が多いんで、うん、そうですよね、めちゃくちゃ誤解されるし、うん、ファミレスとかで結構泣かしてるし、なんかちょっとね、誤解を周りもね、何があったんだ、本当に男が女を泣かせてるみたいなね。そうだよ、ルノアールとかでさ、なんかさ、ルノアール、そう、周りがなんか、あいつなんか泣かしてるぜみたいなさ、うん、いや俺が泣かしたんだ、俺がなんかすごい悪いことした人みたいじゃんみたいなさ、そういうのよくある。
なんか来週遊びに行こうかなって報告してくれてる人いますよ。どこに？どこにだってここここここに来んの誰もいないわ来週ごめん駅のロッカーね、そうに入れてたよ。不自然に動いてないのもアウトだよね。あら奥さん、お宅の旦那さん、ジョナサンで綺麗な女性泣かしてましたよ、二人でご飯食べてましたよっつって学校で職員やってた時、うん、学生からよく言われたよね。え、あれ昨日あそこにいましたよ学生そういう話好きだから声かけろよって思うよ。その時声かけろ、気遣ってね、そのこそこそなんか言うのみたいなさ、見ちゃいけないもの見ちゃったみたいな感じ、目撃しましたみたいなさ、目撃談もさなんか言うけどさそう、別に堂々としてるしみたいな悪いことしてるみたいな、悪いことしてるわけじゃないそんな感じでバレンタインもあと2時間で終わりです。え、ああもう時間だ、もう時間だ今日は結局勘違いだテーマ、なんか全体的にそんな感じのテーマ、うん、なんかね、いろんな勘違いがあるけど、そうそうそう、あと妄想のね勘違いもあるし、決めつけの勘違いもあるし、まあ、妄想は自由ですからね、うん、本当にね、自由ですよ、うん、ただ男は妄想しちゃうってことだね、さっきのねヤフーのあれじゃないけどね、うん、女は現実的だよね。いやその妄想が現実だと思ったらダメ、うん、でもその妄想って現実になることほとんどないよね。ないない、なんかそれでなんかそれこそ事件を起こす人だっているわけだし、だから大チャンスじゃないんだよね実はね、ビッグチャンスとか言ってたけど、そうじゃない、ほんと悪い男よ、普通に渡されただけだよって、ただそれだけだよね、ほんとにそう妄想、そう妄想ね、妄想楽しいですけど、あのドラマとか映画みたいな展開ないもんね。ないないないよね、なんかほらよく先生と生徒の禁断の恋、いやマジでそれでね、それだったらもうこれですよね先生も先生じゃなくなっちゃうからバレたらないし、それないよ、うん、全くないし、本当にそう現実見てこう、あー女子きついな、男は妄想 しときたいんだけどねいいじゃん妄想させてあげよう、妄想自由なんだ。でもなんか妄想することは別にいいんですけど、それを例えばそういう価値観とかを、現実に持ってくるなよってこと、ね、そう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 、そこの境が大切だって話だ今日は。なるほどね、うん、そこの境そこの境でその妄想はご自由になんだけど、それを現実に持ってくるからトラブルが起きると、そうそれは分けなさいって話、分けなさいって話、来世を妄想してるってこの人、いいと思う、いいと思う、来世に期待、うん、でもとりあえず今世とあの前世のところの振り返りもしとかないと来世よくなんないよ、魚になっちゃうからさ、マジちゃんとポイント上げとかないと、魚だってね、竜宮の使いとかだったらいいかもしれないけどさ、そうですよね、ね、船とかちょっときついじゃん、なんかさ、確かに、なんだっけ、あと鮭、鮭って逆流をたどっていくわけでしょ、産卵時期、美味しくね食べてくれるんだったらいいけどね、まあね、鮭まだメジャーだからいいじゃん、うん、なんかタニシとか嫌じゃない、タニシいろんな種類があるじゃん、確かにね、タニシね、種類によってもなんかさ、タニシめっちゃ実家にいたけど、そうか、タニシ飼ってたもん、まあ、田んぼにいっぱいそうだよね、そうこうやってドブからピッて引っ張って入れてた、うん、アメンボとかさ、アメンボね、なんか俺前世アメンボだったんで、なんかちょっとかっこいい、竜宮の使いだったぜ、かっこいいそれは確かにアメンボと竜宮の使いやったら私も竜宮の使いって言いたいなそうだよね、うん、お前なんだったのみたいなね、そうそうだ、だからちょっと今世頑張らないと、頑張ろうみんな、ポイント貯めないと、うん、選べないよ、なんかうわ俺ポイント足んねえよ、そっか、目立たしかねえよみたいなさ、選ぶためにはポイント貯めていかなきゃいけないんだ、いや俺パンダとかが良かったのになってさ、パンダ高えじゃん、人間より高えよみたいなおいみたいなポイントみたいなそうだそんな感じだからさ、うわまだ私全然稼いでないや、そう考えると、頑張ろう、稼がないと悪いことしたら減点だ、やべえできない本当に悪いことみんな分かっちゃうからねそんな、そう役すぎ、長い、役すぎ、でもその長くポイント貯めないもんね、2000年ぐらいね、え、そ役すぎとかだったらもう相当ポイント必要やと思う、でもすぐポイント貯まんじゃん、あーまあ確かに、ね、逆にあだその、そこになったらね、悪いことしないんだもん、しないし、みんなをね見守ってる、そうそう、どっしりして、うん、で、なんだったらもう国宝級になっちゃうわけでしょ、うん、すげえいいことです、すげえ人間でいるよりポイント貯まるかも、悪いことしないんだからポイントめちゃくちゃ貯まるから役すぎの下手、次の来世はもう人間だって位高いか、高いかもしんないですね、なんでもいけるよね、天使かもしんない、ね、
うん、選び放題余っちゃうわ、うん、ポイントちゃんと考えないとね、うん、そんな感じの話でしたということで、あむ店長告知ありますか？告知はね、そうだなないな。ないね、うん、あれジョイントの山本さんがね、そうそう、山本一健くんね、あのジョイントのね、うん、何、日本アカデミー賞の新人俳優部門の予想で4位に入った。4位、キネマ春報、なんか新人賞、キネマ、キネマの方ね。そうそう、の方で、新人賞を取られてて、うん、あ、そうなんだ。そうそうそう、からそれで、あ、キネマ新人賞取ってんの？そう、新人賞の4位だったかな、取ってて、それでアカデミー賞にノミネートされるんじゃないかっていう予想されてたんですけど、うん、サインが世界の終わりの深瀬さん、うん、だってとかメジャー級の、全部メジャー級じゃん。そうそう、の中で山本さんがそこで、ま、名前載ってる、入ってるところがすごいと思うんだよね。すごいですよね。だってここにね、デビューしたって、あれこれからするみたいな時でしたっけ、初めて来た時。デビューして半年で、半年かの時に、デビューして半年か経ってない時に出てもらって、そこからその半年後ぐらいにジョイントでね、なんか撮影が入ってた、ね、もうこちらからオファーができないぐらいね、いろんなお仕事されてて、できないっしょ最近も声かけられないもんだってね。すごいですよね。ギャラ発生しちゃう。ギャラ発生しちゃう、本当にすごいですよ。そう、店長は助演だ、ね、助演だって待ってんだけど、今のところ連絡来ないんだよね。じゃあこれからかも、もしかしたら助演じゃないけど、全然あれが良かったよって、あれね、ねえ、あれね、あれが良かったよ。もしかしたらアカデミー賞当日に連絡来るかもしれないから、なるほど、ドラフトみたいな感じ。そう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 、急に、そうから、開けといた方がいいかも、スケジュール。そうか、そうそうそう、助演の次はないのかね、なんかね、ちょい役所、ちょい役所ちょい役所いっぱいある、いっぱいノミネートされそう。主演を助けなきゃいけないけど、俺主演の山本君と一切絡んでない、ね、絡んでない、私も絡んでないもん。そうか、助演なんねえじゃん。なんないの、なんねえよ、ダメだ、残念だな。そうそうそう、私助けられたからな、逆に。なんかないのがね、すっごい、なんか番組的には本当に補佐的なサブ的な人なんだけど、こいつすげえいい味出してたなっていう賞ってないのかな。どうなんだろう、どうなん、わかんない、アカデミー賞にはないかもしれないですね。他のなんか沖縄映画祭とかやったらもしかしたらあったかもしれないけど、わかんないけどね。ないのか、だって主演と助演ばっかしじゃんね。確かに、まあだって主演と助演はね、大体みんなが知ってるような人気の俳優さん、そうそうそう、女優さん来ますからね。アカデミー賞なんてね、もう本当に有名どころの作品とかばっかしじゃん、うん、そうからね。で今回だってノミネートされた作品の半分ぐらい俺見たけどさ、うん、いやクソつまんねえなっていうのもあるじゃん、たまにさでもそれなりの映画の配給会社がついてたりとか、そう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 、全国で展開したりとか、ね、それなりのなんか知名度がある役者がやってるから、なんかノミネートされてるけど、作品的には全然ジョイントの方がいいじゃんとかいうのもあるんだよね。まああとはあんまり言わないようにしようでもそれこそね、今後のね、山本さんのご活躍も楽しみですね。やっぱここに出ると出世すんだよ、みんな。おお、皆さんね、みんな出世する。確かに、うん、クミッチルさんとかすごいテレビ出てますね。すごいじゃん、ね、バンバンテレビ出てる、バンバンテレビ出てる、あの応援の応援、うん、Go Five Bean ってやってくださった、クミッチル出てんだよね。そう、ここね、ここに来てくださって、テレビめっちゃ出てる、出てるじゃん、うん、あとなんかの司会やってたよね、なんかすごい、あれの、そう、ディズニー系のやつも出てるし、ディズニーも出てたし、あと日本のホスト界のナンバーワン決める、うん、なんか1年のあのセレモニーがあるんだけどさ、ホスト界のね、うん、あれの司会やってたよすごい、本当に、そうそう、街角で応援してる人、そうそう、街角、もしかしたらね、都内とか東京にいる人見たことあるかもしれない。まあそれも十何年応援してたらそこまでなるってことだよ ね、 ね、継続大事だねっていう方を、うん、すごカフェで、だからある意味こういう紹介、山本君もそうだし、クミッチェルもそうだし、俺なんかもそうかもしれないけど、自分に勘違いして生きていけばいいんだよ。篠田もそうだもんね、ナルシストなんで。そうそう、まあ、ある程度 そういうのないとやっていけないよね、人の意見ばっかり聞いててさ、うん、なんかどうせ俺はとか言うよりはさ、もう自分自身にさ、なんかもう勘違いしてさ、もういけんじゃねえみたいな感じでさ、いかないと。でほとんどそうじゃないです、あの成功してる人たちって、うんうん、ちょっと人とずれてるかもしれないけど、やっぱやり続けてもね、勘違いして、うん、自分をね、うん、そういう人たちですよ、ですよそうなろうよ、みんな
まだちょっとね、アラブの人たちはすぐにサッカーではねこけてね、足が痛いとか言ってね、6歳も長くなるんですよ。誰今誰かこけてんのか。ね、アラブの人たちそうだよね、すぐにちょっと触っただけで、いていてってやるからね。そう、いていてやってね、なんかね時間稼ぎすんだよ。今それが行われてるみたい。今それがあったんで、それがあったんでちょっとロスタイム長くなっちゃったけどね。まあそんなわけで次回のやつ決まってないのでは、あ決まってたっけ。決まってるよ、決まってるわ。そうか、今日2月1回目か、28だ、うん、28日の20時30分からでございます。28でいいんだよね。そう、28日の20時30分からです。もう月末じゃん、早っ。まあ、もう2月なんかすごカフェ2回目やと思ってた今。そうだね。で3月で終了だって。あ、そっか、私の前回のいきまりさんの占いからしたら4月でなんだっけ、なんか閉店する、4月か5月にカフェ閉店。そうそうそう、縁切るみたいな、縁切るじゃないけど。え、そうなの。新しい風ね吹かすらしいから。 100周年だっけ。 100周年長いのよ、うちじゃ長生き。100回目何するよ。2月28日98回目だって。次回でしょ。だから3月の末が100なんだ。3月に2回やるじゃん。でちょうど100をやって4月から101かと思いきや、なんかもう俺いなくなってるかもしれない、クビになってるかもしれない。それももうしのさんだけの、それも一田しのの配信になっちゃうのよ。一田しのの配信と個人的にもやりつつ、ここでもなんかニコ生で番組持つみたいになるかもしれないし、ゲストでね、第1回目のゲスト大村さんですとか言う、ゲストになるんだよ。そうそう、言うかもしれないしね。あの今いろいろ中身調節中であれなんで、1回目私が1回目でみたいな、よろしくお願いします。立場逆転ね、よろしくお願いします。そうやっちゃうかもしれないですね。何なんだろうね。うん、楽しみですね、今後がね。100回、まあ、そうか、100回セレモニーしなきゃいけない。セレモニーとりあえず、うん、次回が28日の月曜日20時30分からとなっております。まあ、何をするかはまだ決めておりませんけども、はい、ちょっとそれ募集します。募集します。100回何しようか、みんなちょっと募集し、どうせもうみんなもさ結構見てくれてるんじゃん、100回中 80% ぐらい見てるんだ。めっちゃ見てくれてる、全部ね、うん、見てくれてる人もいるだろうし、いいよね。だからもう皆さんももう演者みたいなもんですよ。お、確かにこのコメントがなければ私たち喋ってないですからね、うん、そうですよ、本当にもう皆さんあってのものなんですから、うん、とりあえず飾り付けしましょう。だってこんなに飾ってあるのに。じゃ飾り付けがある画像にすればいいんじゃない。画像とか言う、メタメタ。ちょっとね、確かに外観変わってる可能性もありますよね。ここに飾り付けてもな、映んないもんね。うん、映んないからな。そうだな。ちょっとね、特殊な技使ってますから、これ。だからちょっと次回とか、その次とか、ちょっと何するのか考えようよ、100回。うん。何しようかね。ね、まあそれはまたね、おいおい考えましょう。じゃちょっと、その続きはシノチューブで。まあ、シノチューブで。こっちで話すんかい。シノさんたち、ちょっと、皆さんとちょっと作戦会議して。何するっつって。もうみんな頼りになってます。うん、ということで。そんな感じです。28日またお待ちしております。それでは本日もありがとうございました。お疲れ様でした。すぐカフェ閉店です。バイバーイ。